デッタ・グーダルは、サイレント映画時代のハリウッドで成功を収めた、オランダ出身のアメリカ合衆国の女優。1981年7月12日、アムステルダムで生まれる。母親は、ヘール・トロイラ、父親は、ウォルフ・モーゼス・スグドケ。両親は共に、ユダヤ人で、父親は、ユダヤ共生党派だった。ベルタという姉と1896年に生後4ヶ月で、 亡くなったウィリムという弟がいた。1929年、父親はロゼット・シトロエンと再婚した。父親は1942年に82歳でソビボル強制収容所で殺害された。彼女のオランダ系ユダヤ人の親戚のほとんどが同じ運命をたどった。唯一姉のベルタの娘だけがホロコーストを生き延びた。長身、威厳のある容姿で舞台女優として、 演技のキャリアを開始、様々な劇団とヨーロッパを旅した。1918年、彼女は第一次世界大戦で荒廃したヨーロッパを離れ、アメリカ合衆国のニューヨークに落ち着いた。オランダ系ユダヤ人の出自を隠し、表向きはパリジェンヌで通した。パラマウント広報部の情報シートには、1901年7月12日、ベルサイユ生まれで、弁護士、 モーリス・ギオーム・グーダルの娘と書いた。1921年、ゼッタ・グーダルという芸名を使用して、ブロードウェイの初舞台を踏んだ。映画女優への転身を後押しした、シドニー・オルコット監督と出会い、1922年の映画、ティモシーズ・クエストに、早くで出演した。西海岸への移住を決めたグーダルは、その後の3年間で2本のオルコット監督映画に出演した。 映画における初クレジットは1923年のブライトショールである。映画での演技、特にニューヨークのロワー,ーイーストサイドにおけるユダヤ人の人生を描いたアンジア・イージアスカの小説に基づく1925年の映画サロメ・オブ・ザ・テナメンツの演技が賞賛を受けた。その後、アドルフ・ズーカー、ジェシー・エル・ラスキー共同制作のザ・スパニアードに出演。 名声が高まると彼女は、プロデューサー、映画監督のセシルビー・デミルの関心を引いた。グーダルは、デミルの非常に成功し、評判も高い映画に出演し、1920年代、後半の稼ぎ頭の一人となった。後にデミルは、グーダルは、扱いの難しい女優だと主張し、最終的に彼女を解雇し、契約をキャンセルした。グーダルは、 デミルと彼のプロダクションに対し、財務不履行の訴訟を起こした。デミルは、彼女の訴訟が、数多くの損失を伴う生産遅延を引き起こしたと主張したが、デミルが財務的損失の主張を証明するためのスタジオの財務記録提出を拒否したため、グーダルが勝訴するという画期的判決が下された。1928年、 ウィリアム・ランドルフ・ハーストとマリオン・デイビス制作のザ・カード・ボード・ラバーに出演。1929年、D.W. グリフィス監督の心の歌、1930年には、ジャック・フェデー監督のグーダル唯一のフランス語の映画、レスペクター・バートに主演した。デミルを訴えるという大胆さや、劇場や映画業界が、労働組合員だけを雇う事業所を受け入れる、キャンペーンを展開している。 アクターズエクイティアソシエーションの著名な活動家であることからハリウッドのスタジオのいくつかはグーダルの起用に二の足を踏んだ。1932年、ウィル・ロジャースと共演したフォックスフィルム制作のビジネスプレジャーが41歳にして最後の映画出演となった。1930年、アートディレクターで映画芸術科学アカデミーの創設メンバーである。 ハロルド・グリーブと結婚。映画界を引退した後、グリーブと協力して、インテリアデザインビジネスで成功を収めた。二人は1985年に、ロサンゼルスで、彼女が死去するまで添い遂げた。カリフォルニア州グレンデールの、ホレストローンメモリアルパークの大霊廟を、天使の聖域の個室で、夫の隣に眠っている。1960年、 映画界への貢献が評価され、ハリウッド大通り6333のハリウッドウォークオブフェームに星型プレートが設置された。ジェッタ・グーダルはホロコーストでほとんどの親戚を失った。姉のベルタは1945年にベルゲン・ベルゼン強制収容所で亡くなった。ベルタの夫ネイサン・ベフィは1944年に同じ収容所で死亡した。 ジェッタの老いであるエドワルド・ベフィーは、ソビボル強制収容所で殺害された。グーッダルのまま母、ロゼット・シュトロエンもソビボルで殺害された。唯一、アネ・ベルダの娘ヘール・トロイダ・ベフィーだけが戦時を生き延び、2013年に、アメリカ合衆国ペンシルベニア州で亡くなっている、サロメオ・ブザテナ・メンツ。ありがとうございます。